スライスしたマクタックマクタックとは、クジラの皮を皮下脂肪をつけて切り取った、イヌイットとチュクチの伝統的な食事である。マクタックでよく使用される、北極クジラマクタックは、北極クジラから作られることが最も多いが、ベルーガや一角も使用される。通常はそのまま食べられるが、醤油をつけたり、最近ではイの目に切って、パン粉をまぶしてあげ、醤油と一緒に出されることもある。 また、しばしばピクルスにされることもある。生では、非常に硬く、よほど慣れている人以外は、カノコ切りをしてから食べるが、茹でると柔らかくなる。味は、あっさりしており、匂いもほとんどない。マクタックは、グリーンランドでは工場に、商業的に売られており、カナダでは、他のコミュニティに販売されている。マクタックをシェアする長老たちマクタックを食べる人々、 マクタックはビタミン C の優れた供給源であることが判明しており、川には1 0 0ムあたり最大3 8ラムのビタミン C が含まれている。そのため、イギリスの北極圏の探検家によって、高血洗剤として使用されたこともある。また、油身はビタミン D の供給源でもある。クジラが成長するにつれ、水銀は肝臓、腎臓、筋肉、脂肪に、 カドミウムは脂肪に蓄積される。PCB、人間の神経系、免疫系、生殖系に損傷を与える、発岩性物質、海洋食物網や、その他の様々な汚染物質から、生物濃縮されたものも、マクタックには含まれている。イヌイナクトゥン語など一部の方言では、マクタックという言葉は、クジラの皮膚の部分のみを刺し、脂肪は刺さない。ありがとうございます。